こんばんは。新鬼武者2が打ちたいユンです。はい。なんかちょっと変えようと思ってね。で、そう、新鬼武者2なんだよ。あのね、スロットの話、ごめんね、わかんない方。私ね、4号機の時はそんなに打ってなかったんだ。最初はね、ストック機だった、ボーナスの。で、5号機の時に、新鬼武者。で、万枚出して、でね、今、新鬼武者2っていうのが出てて、まあ、面白そうなんだ。ただね、もう私、引退して1年ぐらい経つから、そう、久しくホール行ってないんだよね。関係ないか。というわけでね、はい。はい。今日もね、おすすめ漫画紹介していきたいと思います。でね、いつもの最近の戦果はこちら。デレン。ヴィンランドサガの一巻から、ちょっと待ってね、じゃじゃん、最新26巻まで。これね、ネットポチしたものが今日届いてました。で、ヴィンランドサガ、タイトルは知ってて、ツイッターでね、仲良くさせていただいている方、漫画好きな方が多いんですけど、がね、結構な確率で、これ、好きだっておっしゃってて、で、前から気になってた。けど、なんとなくね、手が出なかったんだ。なんでだろう。わかんない。けど、今回、ちょっと思い切って買ってみました。なんだろう。バイキング、海賊のお話かな。そこから成り上がりなのか、なんかちょっと平和そうな顔してるから、まあ、そこから平穏を手に入れたのか、まだね、読んでないんでわかんないんですけど、すごい皆さん面白いよっておっしゃってるんで、すごい楽しみ。でね、もう今のご時世、今の世の中だとね、海賊って言ったら、なんだろう。あれだよね。俺は俺の旗の下に自由に生きる。が有名だよね。今海賊って言うと。あれ、キャプテンハーロック。知らねえよってね。ごめんなさいね。あれだよね。世界を一つなぎにするやつ。名前一応いかんわけじゃないんだけどね。ワンピースだね。海賊って言えばね。まあでも、これも海賊のお話で、始まりは海賊なのかな？わかんないけど、すごい楽しみです。フォロワーさんのね、好き率が高い。楽しみ。はい。というわけで、最近の戦果は以上です。本当、新刊がね、買う予定のやつがなかなか、ないので、しばらくね。今のところは最近、これだけです。ヴィンランドサガだけ。なので、おすすめ漫画いきます。でね、前回の動画でも、次もサスペンスやろうかって言ったので、おのずとこれになりました。じゃーん！ガンニバル。です。これはね、面白いよ。でね、これ全13巻、割とサクッともう完結しております。なので、ちょうどいいかなと思って。で、お話もすごい面白いです。で、どんなお話かっていうと、なんだっけ、あれ、公家村だ。公家村っていう、まあ、田舎の村があって、そこにね、もともとは、本部の刑事をやってたんだけど、ちょっと問題を起こしちゃって、まあ、左遷じゃないけど、その、公家村の駐在さん、おまわりさんだね、に配属された、阿川大吾っていう人がいます。が、まあ、その阿川さんがね、公家村に駐在さんとしてやってきて、その村が、なんかおかしいんだよ。で、着任早々、銀さん、後藤銀っていう、その公家村の顔役。なんだろう、あ、日暮らしの泣く頃に例えると分かりやすい。ひなみ沢っていう村があって、そこのもう絶対的な権力者。なんだっけ、園崎家か。で、園崎家での当主のお涼っているよね、あのおばあちゃん。に当たる人が、この阿川さんが着任早々、熊に食い殺されるという事件が起こります。で、その時に、
阿川さんは気づくんだよ、これ本当にクマかって。で前任、阿川さんの前任の駐在さんがいたんですけど、その人はね行方不明になっちゃったんだ。でね、その人がその行方不明になる前に言ってたのが、公家村は人間を食ってるって言ってたんですよ。で阿川さんもそれを思い出して、まさか本当に人食ってんじゃねえよなって思い始めて独自に調査を始めます。ただね、その阿川さんも嫁子供がいるんだ、女房子供が。だから表立っては動けない。なんでか、この村では後藤家、雛見沢でいうところのあれだね、園崎家がすごい力持ってて、後藤家には関わるなっていう、もう暗黙のルールがあります。なおかつせね、その後藤家がねやっぱり怪しいんだ。ただ後藤家だけじゃない、他の村の連中も一筋縄じゃいかん。なんかね不穏なんだよ。表面上フレンドリーに見せときながらなんか不穏なんだよ。でも阿川さんは後藤家もそれ以外の村の人たちももう信じられない疑心暗鬼、あれだね、雛見沢症候群だねを発症します。違う、嘘ね、嘘だよただそれでね、ほんと疑心暗鬼になって、どっちを信じていいんだ俺は。後藤家が怪しいのは間違いない。ただ他の村の連中も何か隠してるんだよ。でどっちを信じればいいのかわからない、どう操作していいかわからないっていう時に、第三者がね仲間としていろいろ操作を進めていくことになります。話まとまってないねまあ田舎の村での殺人事件をきっかけに、その村の暗部、闇の部分が見えて、それを調査していく警察官っていうお話、ざっくりとね。でこれあのね、以前購入報告かなで、ギフトプラスマイナス、これももう26巻で完結、つい最近しちゃったんだけど、お話で言うとこれが私は一番好き、原稿でやってたの、もう終わっちゃったけど、ギフトプラスマイナスがすごいドラマチックなんだ。すごいドラマの台本かっていうぐらい、すごいお話がしっかりしてる。でこっちのガンニバルに関してはすごいアグレッシブ、うん、すごい勢いがある。でそれだけじゃなくて、ギフトプラスマイナスよりかは私的にはねちょっと劣るけど、ただね本当2点3点あったりで、さっきの後藤家と他の村の連中っていうね間に立つっていうところでね、いろいろやっぱりどいつも疑わしいしっていうので、話もしっかり読み応えがある、読ませてくれる、そんな作品になってます。プラスでやっぱりね、人を食うっていうテーマがあるので、ちょっとグロい、うん、グロ描写があったりします。まあ人が死んじゃったりとかの、その死体とかね、で本当に食べてるかどうかわかんないけど、読まないとねわかんないから、まああえて言わないけど、そういうシーンもあるから、ちょっとねグロいの苦手だなっていう方は、うん、試し読みだけしてみて、で大丈夫そうだなと思ったらぜひ読んで、本当そういうスプラッタホラー的な要素だけじゃなくて、お話としてサスペンスとしてしっかり面白いです。でね、その阿川さんがね、まあ、さっき女房子供いるって言ったんだけど、ゆきちゃんとで娘の真白っているんだけど、そのねゆきちゃんがねいい嫁なんだ、巨乳だし、うん、まあまあ本当ね、阿川家の人たちみんな、真白ちゃんも可愛いしね、キャラも立ってるし、で後藤家の中もケイスケっていうね、まあ当主がいるんですけど、そいつだったり、まあいろいろキャラクターもしっかり立ってて、奥が深い、なかなか、うん、そんな漫画になってます。なんか久しく紹介してなかったからやっぱり下手になるねごめんなさい。というわけでまとめ、じゃじゃん。
村全体が敵か味方かと書きました。これさっきから言ってるね、その村の支配者である後藤家も怪しいし、なんならそれ以外の村の連中も表向きは仲良くしてくれてるんだけど、なんか怪しいんだよ、なんか隠してるんだよ。でね、本当誰が味方で誰が敵なのか、そんなハラハラドキドキサスペンスになってます。でお次、空流病に気をつけてと書きました。もうこれ書いてる時点であれだね、人間食ってるって言ってるようなもんだね。なんだろう、カルト系とかに詳しい方だと知ってる、ご存知かもしれないんですけど、あの空流病っていう病気、あの実際にある病気なんですけど、それ何が原因で引き起こされるかって言ったら食人です。人間を食べると発病する恐れがある、そういう病気があるんですよ。実際に怖いよね。だからその病気にかかった人がいるっていうことは、そういう文化があるっていうことなんだよ、世界でね。すごいよね、怖い。私はヨークワン、うん、みんなそうだと思うけど。はい、というわけでね、ちょっと駆け足になっちゃったけど、うん、今日のおすすめ漫画紹介を終わります。で本当これギフトプラスマイナスすごい押すけど、それに負けず劣らず、お話がしっかりしてて、なおかつサスペンススプラッタ要素があって、で誰が味方で誰が敵か、疑心暗鬼、ひなみざわ症候群、てれれ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 れパチンコだね、うん、そんなお話になってます。はいはい、というわけで今日のねおすすめ漫画紹介終わります。でまたサスペンスって続いたんで、次何にしようね。もしねこんなジャンルで探してるのがあるよっていう方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひコメントいただけたら、それにね沿ったようなものをご紹介できればなと思いますので、コメントもぜひぜひ、そして高評価もぜひぜひ、そしてチャンネル登録もぜひぜひお願いしてばっからね。まあ、よろしければお願いいたします。はい、というわけで今日のおすすめ漫画紹介、違う。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。